東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに378人確認されました。500人を下回るのは11日連続です。重症者は昨日より5人減った87人です。小池知事は減少傾向にあるが人の流れが戻りつつあると懸念を示しました。